はい、どうも皆さんこんにちは、ナポリンです。今回やっていくゲームは鬼武者パート10やっていきたいと思います。前回からちょっとね時間経っちゃって、ストーリーがちょっとね思い出せない。グロテスクな女からなんかねちょっと逃げたぐらいまでは覚えてるんですけど、ちょっと思い出しながらやっていきたいと思います。じゃあ行こう。こっち竹のとこじゃなかった、なんかいたな。めちゃめちゃ待っとるやんけ。しかもなんか回復あるし。あ、待って、どうすんのお前ら。いや、おい、ちょっと待って、全員やれよ。どうせならこいつは何を見てんだろう。なんかゲットした。あ、ホタル石だって。ほいほい。結構もうね武器も強いからボス来てもいい。全然でっかい、なんか強そうなやつ来たぞ。待って、必殺技。ほいほいほい、もう一回。ほい、必殺技も敵状態か。あ、待って、ちょっと一回取りたくない？ちょっと待ってよ。違う必殺技にもしよう。ほいほい。で、ちょっと待って。危ない、回復。何これ？何なのこれ？武神刀？何これ？超強そうじゃない？でも待って。これ壁。オッケー。もう一回。全然倒れないんだけど、こいつ。痛い！ちょっと待って。こっち溜まってるね。これで死んでくれたらありがたいんだけどね。無理か。回復めっちゃ落ちたけど。オッケー。よし！行ったんじゃない？弓かい。倒すの弓かい。なんかいろいろ宝箱あるよね。お、頭、あ、なんか鍵みたいのさ、入れなきゃいけなかったよね。どこだったっけ？いるな。めっちゃいるやんけ。いた。待って、この弓のやつは倒さないと。待って、めっちゃ走ってる。待って、落ち着け。ほい、ほい、ほい。よし。戻ろっか、一回。なんかいっぱいさ、ゲージも溜まったから、ちょっと強化したいよね。お、コテも進化すんじゃない？うおー、もうなんか黄金になっちゃった。これ最高かな。なんかそんな気するけど。もう全部マックスだしね。ヒアに進化させる？岩薬？ちょっとなんか回復にしといた方がいい気すんな。うん。ここだよな。ここに、これだ。頭のない像があるから、道具。これだよね、像の頭。これをつけると、なんか、あ、これがなんだ、あ、やっと火縄銃。あ、や、よかった。なんか俺取り逃してたかなと思ってたんだよね、火縄銃。どこでゲットできる？あ、これだ。どうやって使うの？おー、なんか煙吹いてるわ。火縄銃で信長倒してえな。これで、あとはなんか武神刀みたいなやつだよね。なんかこっちじゃなかった？あ、これ。ここに、これ。飾りなんだ。かっこいいけどね。OK、これでどうなる？新しい場所行けんのかな？おー、もう全然知らん場所来た。ちょっとこれ必殺技ないか、こっちで行くか。もうびっくりしちゃって。あ、こっち弱い方も来てきた。弱い方も来てくれたわ。ほい。倒れてくれたら楽なんだけどね。なんか、からくり屋敷。うぅ、びっくりした。雑魚ほどなんかいい。お、待って。これ。これでいけんじゃね？なんかボスチックだけどさ、この作り。行って大丈夫かな？
何これ。斎明の書6巻。おそらくこれが私の描く最後の一枚になるだろう。傷から流れ出る血は未だ収まらず、筆動かしていることがやっとだ。いつの日かこの地に来るものよ。ここに突き止めた幻魔世界の門を開く術を記しておく。これを手にしたならば、必ずや門をくぐり抜け、私の代わりに神秘なる世界をその目に焼き付け、世に広めてほしい。斎明。あ、もう最後まで来ちゃった。6巻で最後なんだ。待って、こっちは向こう側に橋を下ろす装置が見えるな。橋を下ろすべきなんかな。こっち行ってみる。どんどん行ってるけど、ほい、この最後のやつがお前にも当たればいい。 OK、 はい、 OK、 楽ですね。え、死なねえし。なんで死なないの。あぶねえ。サクッと行ってくるよ、サクッと。待って、なんかいろんなとこあんな。玉でしょ。お、なんか本ある。玄武、ん、玄武の書。これは、お、コースだ。なんだ、地図だ。こっちはこれだけか。びっくりするって。あ、俺お前嫌いなんだよな。うい、ほら、なにそのツキツキ。いや、なんか使いすぎな気してるし、のそのそ来たし。ほいほい、これで死んでくれして。いや、まだいるんかい。痛い、もう、もうかまってられんわ。待って、めっちゃ、え、何やってんのこれ。俺は見た空を割り、雷の中から蜂の化け物が現れんの。あの女よな。化け物は北の方に飛んでった。向こうにはみじゅろが、なんだこれ。よいしょ。あー、落ちちゃった。待って待って、死ぬ、待って、普通に死ぬから。本当にやばいって。回復がボス戦にとっておけないぐらいの量でなくなっていくんやけど。落ちてったからないよね。もうめっちゃいるし。恋がいるよ、恋が。おやおやおや、それ踏むて恋を。 OK、 いたな。なんか感じたぞ。 OK、 こっちは何これ。あ、あれじゃん。待って、ボス、ボスじゃないのお前。ちょ、待って待って待って、落ち着いて。待って待って、ニュルニュルしてる。うい、え、待って、楓があんだけ頑張ったの、お前そこでやられねえ。もう一体出てきた。こっちだね。まっ、捕まえてんな。もう出てきたの、その外。スロー対決なんだよな、こいつとの戦いって。もうなんかやりづらいわ、実況しながらこいつとの戦いは。何もないの、ここ見えないところにみたいな。あるね、ほら。わあ、なんかこれが最後臭いな。でも4にしてこうじゃない。ほら、来た。何くれんの。おお、待って、武器、もう一個武器じゃねえや、武具。こっちの方が強い気しない。
お、鬼武者になった。あ、待って、これだよね、鬼武者って。あれ、最初のやつってどんなんだっけ。あー、なるほどね、こっちだったっけ。もう強いぞ俺。橋壊すな橋を壊すなよ。これがちょっとわかんないね。これにこれだけだし、引っ掛けなんだ。お、奇跡。オッケー。はい、じゃあ今回ちょっとここまでにしておきます。時間的にね、あと次多分すぐボス始まると思うんで、見どころを取っておくためにっていうのもあります。ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画良かったなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。あとはね、概要欄の方に Twitter のリンク貼ってありますので、そちらの方も飛んでいただいたら、嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。